トントントン、パッパッパッ、苔が、苔に侵されました。かなり深刻です。エビはいるんだけどな。お久しぶりです。わびくさ水槽、どうもサボリです。キューバパールグラスがほとんどダメになりました。今かろうじて生き残りが、苔に侵されながらもひっそりと佇んでます。そうなんですよ。この苔の原因、これはキューバパールが衰退して固形肥料を入れたとこから始まりました。テトライニシャルスティック、これがね、固形肥料を入れたところから始まってしまったんですよ。この苔たちが、草もボーボーです。固形肥料も入れすぎ。グロッソもそうだったんですけど、一度調子を崩したら立て直すのが非常に大変。キューバパールグラス、もしかしてね、このまま衰退して全滅してしまうのか、少し心配です。けどね、調子いい草もあるんですよ。干し草ポラリス、これ何本か伸びてきて、なんか先っぽに花みたいの、これは一体何なのか少し調べたんですよ。他の写真もこんな感じだったんですよ。なんかつぼみに見えるんですけど、もしかしてこれが花なのかもしれない。少し苔がついてるのが残念なんですけど、嬉しいです。ここまで育って嬉しいです。室内では難しいホテイソウ、超元気です。照明のおかげです。
光が強いと水槽でも育つようです。お魚たちはまずまずアフリカンランパイ隠れることが多いんですけど、お魚たちはまずまずトゥッカーノは導入した時よりも少し大きくなりました。アフリカンランパイこの水槽にねあんまり合わないんだよな実は。いやそれは自分の見た目の好み。はい、ということでね、この水槽のリニューアル、この水槽水草たちが調子悪い今何か固定入れをした方がいいんじゃないかなってね思うんですよ。もちろん後継槽がボサボサなんでトリミングも必要なんですけれど、思い切ってね水草撤去、半分撤去、そして生態の引っ越し、新たな生態導入、そこらへんね今検討中です。今考えてるんですよ。以上、ちょっと未定ですね、すいません。以上、苔に侵された水槽、肥料のやりすぎで苔に侵された水槽広告でした。ありがとうございました。アフリカのランパイこの水槽となんか相性が悪い。